次はカレニア環礁だね。向こうに着いたら天候が良くなればいいね。きっと美しいところなんでしょうね。早く見てみたいですね。すごい嵐ですね。無事に着けるでしょうか。早く着くといいですね。
あら、ここまで？そうですか。なんかそんな気がしてきました。あらあら、まあまあ、それはそれはお大変でしたでしょう。はい、そうです。本当に懐かしいですわ。これで勇者様とお話できるよ。私の名前はピコ。妖精の世界マザーウェルから勇者様、あなたを探しに来たの。そう、私が人間の姿をしていたのは勇者様を探すため。その方が出会いやすい姿だと思ったからなの。うん、ノエルってのは、私を海で拾ってくれたお父さんがつけてくれたんだ。なんでも創世神話の聖子母ノエルって人に似ていたからなんだって。ところがそうもいかないのよね。私たちみたいな妖精族はこっちの人間世界に渡ってくるときに記憶をなくしちゃうのよ。確か姉様の話だと、時間流を飛び越えるときにアストラル体の一部の記録エレメンタルが時間圧に耐えられなくて押し流されちゃうんだって。私には意味がよくわかんないけどさ。だからどっちにしろ同じ記憶喪失なら人間の姿の方が出会える確率が高いってわけ。お分かり？そのためのメンタルキューブなの。そう、勇者様が持ってきてくれたあれね。あれはこのためにあるんだ。あれの中に記憶を封じればアストラル体の弱い妖精族でも時間流を渡る際に記憶を保護できるんだ。で、あとはキューブを開いて本人に記憶を戻せばオッケーって寸法。そう、それなのよ。私たちの世界に悪魔が現れて仲間たちをどんどんモンスターに変えてこっちの世界に送り込んでいるの。でもね、悪魔が現れるのは今回が初めてではないの。昔にも何回か現れてるのよ。つまり初めてじゃないってことは倒す手段も伝説として残っているわけ。
説によるとね、悪魔が出現すれば同時にそれを倒せるものが人間世界に現れるんだって。それはね、キューブにもう一つの働きがあるからなんだ。うん、全く単純な話。メンタルキューブはね、伝説の勇者が持つ勇者の証に反応するんだ。それでね、伝説の勇者が妖精族にキューブを渡すと開く仕掛けになってるの。さらにもう一つの利点があってね、キューブが開くまで私の存在を悪魔に悟られずに済むんだ。どうも私たち妖精族と精神の波長が合いやすいらしくてね。だから私たちをモンスターに強制変身させて操れるみたいなんだ。
Thank you.
Thank you.
you